になってたんだ。ゾンビ映画に出てきそうな雰囲気ね。まだ使われてるの？いえ、もう誰もいません。ずっと昔、おじいちゃんたちが使っていたって言ってました。事務所っていうよりは研究所って感じだよね。何やってたんだろう。さあ、おじいちゃんは若い頃の道楽だって言ってましたけど。農家一帯のおじいちゃんのものだからよ。今は自然エネルギーの研究のために貸してるだけ。再開発では随分と儲けさせてもらったわ。おじいちゃんから鍵をもらって、時々ここに来てたんです。この場所が好きだったから。好きだったのはお姉さんでしょ。私はついてきてただけだもん。作業はできないわね。グライダーを保管するには問題ないんじゃない？いえ、ここじゃないんです。なんでこんなものがこんな場所にあるわけ？おじいちゃんたち、昔趣味で飛行機を作ってたって言ってました。いつも口癖みたいに、わしらはここで青春時代を過ごしたんじゃって。
すぐに修理に取り掛かるのよ。あんちゃんに頼んで車出してもらわないとね。私、グライダーのこと何にも知らないし、何の取り柄もないです。ヨルちゃんみたく、何でもできればいいんだけど。でも、私も、グライダー作りの仲間に入れてほしいんです。興味があるから、それとも私たちが楽しそうだったから。それは。私、この場所が好きで、ヨルちゃんと二人で時々遊びに来てたんです。ここでおじいちゃんが飛行機を作ってたって言ってたから。あの日も二人でここに来てました。そしたら
湖の向こうから白い飛行機が飛んできて、その時まで私はグライダーっていう名前も知らなかったんです。それもしかして私たち？いつのフライトだろう。